どうも南翔です。テロップの通りバンコクドンキ、ドンドンドンキっていう名前でやってるバンコクのドンキ、まだまだ人が多いんですけれども、今日ちょっとひょっとしてこの僕まあ近くに住んでますんで、バイクで前をと、あの前じゃないか、このドンキのところへ出てくる道のところいつも混んでるんですけど、今日ちょっとねあんまり混んでなかったんですよ。それを見てひょっとしていつもより空いてるのではないかと思って来てみたら、まあ人まあまあいるんですけど、こないだこの辺までずっと並んでたんですけど、あんまり並んでないみたいなので、あ、なんかこぼしてますね。でもこの店内がおそらく電波が悪いと思うので、ちゃんとこれ聞こえてるかどうかわからないんですけど、ちょっとどれぐらいの列になってるか見ながら、あと電波の状況も見ながら、あ、すごい空いてる。これはすぐにできますね。じゃあ買おうかな。一つね、もう白だし、これ100バーツで売ってたんですけど、白だし買いました。電波遅延発生書いてるね、やっぱり。まあちょっと前もここでやった時電波の様子悪かったんですけど、あ、善光寺平っていう味噌、ちょっと色が薄めの味噌ですけど、239バーツで売ってますね。これもう売れ行きが良すぎて、この白だし残り2つのうちの1本買いました。100バーツは安いよね。あ、平野さんどうもこんばんは。電波の状況やっぱ悪いですか。まあ、悪そうですよね。あ、このからし明太子風味のやつもこれ99バーツやん。これちょっと買って帰ろう。ペペロンチーノと明太子と。ドンキまだ混んでる。いや、それがね、こないだね、ここからここに列が来てたんですよ。で、今日見てみたら、これちょっともうちょっと行ってみますけど、結構ね、空いてるんですよ。これちょっとこの辺りずっと行きますけど、これ別にここね、こんだけずっと並んでたんですけど、今回全然並んでなくて、列あそこからなんですよ。だいぶ空いてると思いません？あれレジなんですよ、この向こう側が。ここはレジなんですよ。だからだいぶ空いてるんですよね、もう今日。これ僕ここへ出てしまうとちょっと売り場の方へ行ってしまうんで、また戻りますけど、届か結構空いてました。大学するこれ何でしょう。大学する大学芋なんですか、それともスルメの方なんですか。甘いのしいかな、のしいかなんか、のしいかはいいんですよね。茎わかめ、あ、99バーツで売ってる。これは安いぞ。これは安いっす。これちょっと買いましょう。やっぱ安いのは結構ありますね。でも反対にこのチーズイカとかこの量で499バーツ、結構これはよく選ばないと、何でもかんでも安くてお買い得っていう、そういうことではないですね。お客さん、そうそう、これぐらいいたら全然大丈夫ですよね。これからも結構やっていけると思います。この方は前見たな。こっちへ行ってみましょう。グミチョコとかチョコレート系かな、ここ。あ、さっきのビチャッと抹茶のクリームみたいなこぼしてたの、もう吹いて消えてます。ベビースターラーメンの39バーツ1バーツだけ安い、ね、3円のお値引きでございます。ここのドンキってお弁当あるみたいです。多分ねあるみたいなんですけど、ちょっとね、それが、あれなんですよ。もう売り切れまくってるんですよね、この時間になると。おっと、これ焼きそばじゃないですか。日清焼きそば39バーツ安い。これ安い、これ買おう。
39バーツは安いな。これ何個入りですか？5個入りでしょ。ほらほら、5個入りって書いてるもんね。これは安いよ。あ、辛ラーメンがある。辛ラーメン18バーツや。すげえ安いぞ。ちょっと待って。うわ、焼きそばと迷うな。マジかってね。そうでしょ、ドンキの近くで住みたいでしょ。いや、これ安いよ。ちょ、これ辛ラーメンも買いましょうか。何でも買ってくる。いや、これいいっすね。この間ちょっと混んでてここまでゆっくり見れなかったんですけど、あ、これ食べるラー油ちゃん、これ俺たちのおかずラー油。まあ、これちょっと高いんでね、これちょっと今日行かないんですけど。あ、そうめんはイボの糸が149。あ、これもちょっとだけ安いぞ。あ、下の晩秋そうめん、これ69バーツじゃないですか。これ安いぞ。これ安い安い、これ安い安い。あ、うどんもある。どっちにしよう、うどんにしよう。あ、これこっちもうどんや。え、あ、そうか、そういうことか。ただよし、うどんにしよう。いや、もうついでにそうめんも買った方がいいかな。ここ24時間、多分24時間です。あの、やっぱりチェックしたら24時間って書いてました、あのウェブサイトにはね。そうめんも買おうじゃん。もう麺ものばっかりどんどんいってしまう。あ、これおかゆじゃないですか。おカレー系は僕 の、 あの好きなやつじゃないし、まあカレーは今結構あるんで、ちょっと置いといて。毎日食べなさい、瀬戸内母ちゃんの。これカルシウム、カルシウム、あ、小魚のね。169か。あ、くず切りじゃないですか。99。あ、上のくず切りなんか45バーツやん。すげえ安いぞ。いや、もう2本ですね、本当に本当に。ドンキ周辺の家賃は、あ、結構高めです、この辺は。ちょっとって言っても、僕の家の沿いが近いんですけど、僕の家の沿いのとこだけ結構安いのがいくつも揃ってるんですよ。だからそこへ来たら全然 OK みたいな感じじゃないですかね。この角屋のごま油129バーツも引かれるな。ちょっと安いよな、これ。ないんですよね、この白いやつ。命令ね、命令。あとあれでしょ、 この間見たあの山佐のうまみ醤油99バーツ。あ、やばい、これ1本しかないですよ。危ない危ない。だって見てください、これこっち違うもん、別のやつです。危ない危ない危ない。うまみ醤油、これこれ99バーツでゲットしました。朝月さん、どうもこんばんは。僕あのドンキに今来てます。ほらね、これ山盛りの汁出しが145バーツなんですよ。でももうなくなったかもしれないですけど、僕の買った汁出し、あれより大きいサイズで100バーツでしたよ。あれ絶対目玉商品だった。そこの沿いからドンキまで歩いたら何分かかりますか？その沿いからドンキまで、あのあれですよ、ヒラリンさん、あの前に見ていただいたあの距離ですよ。あの出てから歩いていた、だからどれぐらいですかね。これ不動産屋だったら3分とか書くんじゃないですか。まあ実際には5分ぐらいは、5分、もうちょいかかるのか、5、6分ぐらいはかかりますけど。追いガツオのつゆ99バーツでしょ、これこれも安いよ。あ、白だし1個だけ残ってる、100バーツのあそこに。でももうこの1個で終わりです。日本の調味料はタイ人に受けていますか？そうですね、醤油はある程度受けてると思うんですけど、でもまあナンプラーがねやっぱり主流の国なんで、醤油の良さを分かってない人も結構いるんかなと思います。ただ
あれですんでね、ほらお寿司とかあれではもう本当に日本の醤油で食べるっていうのは定着してますね。おおと、あ、ジェームズさんどうもコンティニューコインありがとうございます。今バンコクのオープンしたドンキに来てますよ。ちょっとオープンからしばらくしてちょっとだけ人は落ち着いたっぽいですよ。今日はバイク止められました。焼き肉のタレ、ゆずぽんね、この料理酒なんよな、結構ちょっと思ったより高かったのは。料理酒こっちのやつが159、まあなあ、まあ、まだあるから買わないんですけどね。えのきの49。お客さんでタイ人と日本人の割合、今日は日本人、日本語が今んとこほぼ聞こえてきてないかなっていう感じですね。わ、ものすごいうまそうやなこれ。しいたけ、南島原のしいたけ139バーツ。あ、高いからちょっと手出えんけど、これ何、霜降りひひらたけか、これ79バーツ。これやったらまだ買えるな。何これ、イキクラゲって、何、素敵な食感、キクラゲ、あ、生キクラゲ、違うやん、生キクラゲ、パパパ、これお得やよな、これすごいでっかいんですけど、これ59バーツなんですよ。これいいっすよね、これ干しとこ、家で。結構ね、最近干し干しよくやってるんですよね。あ、でもちょっと待ってよ、PM2.5 大丈夫なんか俺。なんだパパ、舞茸69、これちょっと高いな。でも産地、日本の産地直送なんでしょうけどね、だからそれ仕方ないかもしれないですけど。あ、大和芋299、やっぱりそれはするか。でも安い方違うかな、この大きさだと。あ、更新できないコメント、やばい、中の方に入ってきたんでちょっと電波やばいですかね。サンマ、あ、日本語が聞こえてきました。一組、今一組。この辺もあれなんでしょうね、この日本人の仕入れ担当者が選んで自信の一品となってて、この辺もだからこのシルクスイート、紅芋って多分日本からですよね。いちごが並んでるんですよね。これはうまそうや、349バーツ。これはうまそうですよ。いや、これはうまそうやな。めっちゃ見るだけでめっちゃ食いたくなる。この水菜がね、79バーツちょっと気になるんですよ。今日は買わないんですけど、僕。あとあれやよな、この、きゅうり。キュウリ絶対、このキュウリはうまいですよ。これは買うべきよね。これ絶対日本のうまいキュウリや。もう見た目が違うもん。日本のキュウリですよ、これ。これちなみに、5パック、5個入って99バーツ。まあこれもまあ安い方違うんですかね、5個だと。すいません、なんかコメントが更新できないのがずっと続いてます。多分コメントいただいてるんですけど、ちょっと見れない状況に多分陥ってます。ごま油な、ごま油買おうかな。こっちが159でしょ、 200g で、200で159で、これが600、大きいな。これで299。あ、ちょっと待ってください。それよりも、ちょっと待って、俺そうや、思い出した、鶏ガラスープ329、すげえでっかいのあるけど、これちょっと高いけど
このね、大きすぎ、ちょっと大きすぎるんですよね、これ500グラムもあって、もうちょい小さいやつで、あのホタテのやつがないかなと思ってるんですよね。鶏ガラスープで、鶏ガラスープ、あ、鶏ガラじゃなくてもね、だしスープ系で探してたんですよ。それここにあんのかな、他にホタテのやつとかないかな。なさげはなさげですね。あ、違う、これ、あ、こういうことか。これちょっと大きさ間違えてました。これ600で299で、300が159で、これ200が119でした。まあ、そんなもんですよね、じゃあ。その値段、そんなにお得ってわけじゃないよ、大きくとも。香り高いごま油。これどこのやつでしょう。圧搾製法で。これがちょっとだけ高い、129。悩むな、これ。ごま油確かね、なかったように思うんですよ。あ、ちょっと待ってください。なんか、あ、昆布醤油か。あ、昆布醤油はいいわ。あ、白醤油139のもある。いや、でもこれちょっと、ここはちょっと我慢しよう。あ、米入った。とうとう米が入りましたよ。中津野さんとかってこの時間帯、家多分そうです、そうです、だからだと思います。日本、あの日曜っていうのもあってね、だと思います。くるくる、あ、やっぱり申し訳ないです。今大丈夫なんですかね。野菜ってわざわざ空輸してると思いますよ。あの船便とかだとね、どうにもならないと思いますので、あの船便じゃないと思います。これは空輸してると思います。だからの値段だと思います。ただ通関するのとかを、なんかこうドンキぐらいの力があれば、あの約束してちょっとなんか、あの簡便化したりしてるんでしょうね、きっとと思いますよ、僕。また料理酒のとこ戻ってきた。みりんが119で、料理酒が159。これは変われやんな、2種類とも。もっと高いのもあるね。宝の料理のための清酒は189バーツ。見つけました。また鶏ガラスープ見つけました。139。その横のチキンボンスープ、これどうなってんの。あ、鶏ガラスープじゃないですか。ちっちゃいけどもパックのやつ89バーツ。これはまあどうやろ、この量ってどうやろ、まあ、ちょっと安めかな。これ買おう、これ買おう。ちょっとでっかいやつはちょっと待って、様子見て買います。あとは、あ、生ニンニク99、からしが75、からしはあんまり使えんよな。あ、椎茸だしの素、あ、79はちょい安やな、これ。まあ、でもこの辺はちょっと2本で買うか。生ニンニクだけ買っとこう。生ニンニクは絶対使うと思うので。確かにでしょう、確かにでしょう。あ、本だし、ちなみにこれ何グラム入ってるのかな。結構大きいですよ、これ。本だしの何グラムって書いてないの。グレード A、 あ、1キロのパックが399バーツですよ。1200円ぐらい。キムチ の鍋つゆが139。これちょっと高いよな。清酒はそんなに安くないよな。料理酒ね、この辺にもね、同じ料理酒が出てたんですよ。あ、これね、やっぱり159でしょ。159は、まあでも量が大きいんか。これいつも使ってるやつに比べて、あ、せん、そうか、そういうことか。まあ確かにちょっと大きいな。
どうしようかな、買うべきなのかな。どうなんやろ、こういうメンツか。まあ料理酒も買いましょうか、この際。料理酒も買います。ちょっと試してみることね。あ、でもちょっと待って、料理酒は、あ、料理酒はやっぱもうちょっと後にしよう。そうや、料理酒はあのちょっと試してみたいことがあったんやから、これはいいっす。あ、チーズインウインナー、この辺もうまそうですね。チョリソー、あ、チョリソー買ってこう、チョリソー買ってこう。44、まあ130円ぐらい。ローストハム、ボンレスハム、チーズインウインナーもうまそうやな。粗挽きウインナー、粗挽きは買っていこう。ハーブウインナー、これうまそうやな、どれも。まあ、こんなとこにしようかな。まあ、ちなみに結構ね、あれですよ、あの豚とかは安いですよ。だってあれですもん、タイポーク、とんかつ、ハムって書いてありますけど、これ例えばこれ48バーツとかですもん。この辺は安いんですよ。でも日本から入ってきてるやろうなってやつがやっぱりガツッと値段が、これしゃぶしゃぶってありますけど、これになると急に 898.50 バーツとか 922.50、 あ、でもこれ違うやん、こっから佐賀牛やん。この上のやつなんてもうこれ1467バーツとかです。すごい値段になってきましたよね。だいぶ変わってきますよ。これ1731バーツとかね。ちなみにこういうのでブロックとかも売ってますよ。すごいやつですよ、ブロックとか。ね、お姉ちゃん押してますけど、もうお姉ちゃん押してるやつとかすごいですよ。いくらするんですかこれ。値段もうついてないんかな、これ。書いてないですね。ブロック。多分販売してると思うんですけど、そうですね、書いてないですね。例えばこれだけで今958バーツ、このでっかい方になるとこれ例えば 1464.90 バーツ。上のやつはもうあれなんですね、ちょっと特別枠ですねこれね。カツオかな、これ入ってるの。そのまま食べられます。あれちょっと待って、珍味になってる。あ、これドラ、あ、酒とばや、これ718バーツ。うおー、これはするな。まあ元から高いですけどね、日本での酒とばすごいな。ちなみにですね、ちょっともう電波だいぶやばいと思うんですけど、この中のこう、あ、しじみがありますね。しじみが、しじみ初めて見ました。137、184、165、それからあさりもありますね。158、190、これ日本のあさりと一緒のあさりですね。これあの時間がちゃんとしてる時ここにダーッと並んでるんですけど、そこのはもう全部売り切ってます。よし、ちょっといろいろだいぶ買いましたね、これ本当に。ちょっとそろそろ並びたいと思います。あのくるくるもずっとくるくるですしね。更新できなかったコメント、絶対これくるくるずっと続いてるはずなので、ちょっと僕は出口にだんだん近づくべく、
ま油やな、考え物は。ごま油も買うか、この際 300g のやつ買います。じゃあこれあれですね、ドンキ効果ですね。もう一回買うんやったらもうドーンと買うてしまえみたいなね。まあ、これでもこれで今日この買い物したおかげで、あの本当当分こういう調味料系料理に使うもの、あの油とかそういうね、そっち系のはだいぶ本当にもう買わずに済みますよ。さあどれぐらい待つのか行ってみましょう。こっちにみんな吸い込まれていきますが、どうなんでしょうか。あれあんまり、あ、キャッシャーの人がいないよ人が、あ、こっちに二手に分かれているんだね。そうだった。あ、すぐ買いました。あ、マイミーか。ちょっと一回置きます。今これ買ってるの生産ですけれども、ちょっと赤字になってますね。一旦ちょっと切った方がいいかな。まあでもギリギリまで回しときますか。ちなみにあのメンバーズカードありますかって聞かれて、ないですって答えたんですけど、メンバーカードもあるんですね。これちゃんとクレジットカードアバイラブルっていうのも書いてあるし、これドンキのカードみたいですね。これポイント集めたら1バーツと交換みたいですね。さあちょっと動きましょう。ここにレンジもあったりします。あ、タイさんどうも。ちょっと米が一気に来たので、ちょっと後でよ、ご覧いただきます。レシート、すっごい長いレシートになりました。赤字な川やね。あ、そうか、でも今日日曜か。あれやな、こっから先ちょっとコインまた使える予定がなさすぎるな。ちょっとやっぱり置いときますか。すいません、じゃああの袋詰めに付き合ってやってください。袋詰め適当にこうやって置いておきます。ちょっと延長させてもらいますね。じゃあありがとうございます。で、こう詰めてからちょっと米を入れます。ちなみにドンキの袋こんな袋になりますね。トントントン、こんな感じになりますね。白だ
しね。それから追いガツオのつゆ、そして山さんのうまみ醤油、角屋のごま油、この4点を焼きポンと、ね、お米、明太子ペペロンチーノの、鶏ガラスープですね。で、うどんとそうめん、それから生ニンニク入りました。茎わかめね。それとこの日清の焼きそば、あ、これ4つ目の袋はもういらないですね。これ片付けておきましょう。いつか使う時があるでしょう。袋大サービスですね。最近ちょっとエコでね、結構言われてるので。あれですね、辛ラーメンとチョリソー、プリマハムね、チョリソーと粗挽きウインナーで、キュウリ5本、5本ですね、5本ですと、お得用の太陽マークのエノキダケ1株、締めて、1401バーツでした。まあ、こうやってがっつり買うとちょっと値段がね結構するなっていう感じはしましたけども、でもまあこんだけ買ったらねそれはしますよね。じゃあちょっと出ましょう。こんな買いました。これで地下に行ったら駐車場行けます。僕も先裏の駐車場止めてきたんで、こっから上がってきましたなんですけど、まあ、とりあえずちょっと外へ出てきましょう。こっち側は僕はあまり行ったことなかったんで、こっち行ってみたいと思います。1個4、あ、2人目のあれですね、日本語聞こえてきたとかありましたね。さあちょっとじゃあ1回米戻ってきます。佐賀牛高って、いやすっごい値段でしたね。びっくりしました。まああれですもんね、ジェームスさんちょっと場所がね、佐賀牛だとちょっと近いところですもんね。お、ちょっとどっか座ろうか。そういえばデーゼルさんたちで普段プロンポンにいる。あ、そうなんですか。プロンポンなんですか。まあ、日本人ねバリバリいるとこなんで、でデーゼルさんって確かあれですよね、本業他のね現地採用としてのなんかのお仕事されてるじゃないですか。だからあの辺りの場所がいいのかもしれないですよね。もはやそこはタイではない。いや本当に本当に、だからあれ大人気なんですかね、日本へ来たみたいみたいなところで。お、ドンキ、そうですそうです。中は赤字なう皮焼いていきます。あ、で戻ってこられたかな。レシートの長さだとコンテリコン、ありがとうございます。延長通本と入りました。そうなんです、ありがとうございます。戻りました。キノコですか。あ、キノコ、あれですね、何でしたっけ、なんで出てきてね、えのき買いました。1ヶ月分の食材、あー、まあでも1ヶ月分っていうか調味料が結構多かったん でしかも1リットルとかああいうのが多かったんで、かなり持つと思いますよ。これで籠城予定してる恐れがね、予定してる恐れがね、ありそうありそう。うんうんと、いやー本当今日はがっつり買いました。本当コンテリコイン、あ、ありがとうございます。コンテリコイン、ありがとうございます。ということで、これがドンキにすごい近いあれですね、コンドミニアムなんかな、ここ
隣にもありますけどね。それでもこのエカマイのちょうど角なんですよ。ここ多分アルコーブ、アルコーブっていうとこです。ここがちょうどエカマイの沿い棒。この今お姉ちゃんが髪の毛いじってますけど、その向こうに見えるこの赤信号がそうです。エカマイの沿い棒です。だからエカマイの沿い棒にまあほぼ面してるみたいな店ですね。でもこの辺も遅延が発生してんな。近藤丸ミニマムそれあれですよね、きっと。すっごいギネスで小ささ自慢みたいな、そんなやつでしょフォーレントになってますよ。あ、そうなんや、ここフォーレントなんや。ここね、昔ね、この黄色いフォーレントのとこ、ここあれだったんですよ。カラオケ屋さんだったんですよ前。タイ人がこうオープンエアのこの下のね、このペプシがちょっと色あせてなってるんですけど、タレちょっとなんていうんですか、膝日よけのところがね、テントがね、あれだったんですよね。そう、すっごい安いそういう店だったんですよ。カラオケだったんですよ。タイにもカラオケあるんです。あります、あります。カラオケは何種類かあって、タイ人がよく使ってるカラオケはワンコインカラオケみたいな感じで、普通に例えばそうですね、ショッピングセンターのちょっとしたスペースとかにほんの2人ぐらいしか座れないようなちっちゃいスペースがガガって並んでたりするんですよ。そこがあれだったりするんですね。なんていうんですか、いわゆる若者向けのカラオケですね。若者向けのカラオケがそこにあったりします。で、他にもカラオケは女の子が一緒に着くようなね、まあ、タニアとかって有名な場所があるんですけど、カラオケなんですけど女の子一緒に座らせて、おしゃべりしてみたいな、そういう夜の店系のカラオケもありますし、で、あとはあれですね、さっき言ったようなオープンエアのところに近いような感じとか、店だったとしてもクーラーがないようなところでね、マシンを置いてダラダラ流してるような店とかね、で、割とこう安く飲めて安く歌えるみたいなところとかね、何種類か、まあ、日本でもあるじゃないですか。お年寄り用のね、ステージになってるようなところとかもあったりするじゃないですか。まあ、ああいうのの、まあ、一つみたいなね、いろんな種類があるっていうのもね。さあ、僕はちょっとこの灰皿をこんなところに発見しましたので、ちょっとお借りしてみましょうか。ということでね、いろんなカラオケありますよ。そんな感じでね、ドンキがビッグシーやロビンソンを潰していく。あー、でもどうなんすかね。僕今日結構もうある程度まで空いてたので、まあもちろんね、こうやって車ずーっとこうやって並んでますんで、出るのも入るのもね並んでるので、人気はまだまだもちろんなんですけど、これ落ち着くんじゃないんすかね、ある程度まで行ったら。ワンコインカラオケね、そうですそうです。1曲ワンコインというのは、あ、スナックってそうなんですか。1曲でワンコインで、あ、歌っていく感じなんですか。そういうことなんや。タイのカラオケは日本のようにチェーン店で均一化されたスタイルではない。そうですね。さっき言ってたワンコインカラオケはひょっとすると大手があって、そこの業者がどこにでも出してるとかで値段統一かもしれないんですけど、割と店でやってるとか本当それぞれですね。タイのカラオケ、ここは言うか、タニアのカラオケは全てお持ち帰りです。あ、そうなんですか、全てお持ち帰りなんですか。
でもなんか前にそうじゃない店もあるって聞いたような気がするんですけどね。なんやったっけな、なんかなんて言えばいいんですかね、まあお店で飲むだけみたいな人しかいない店もあるって、それ違うんかな、まあ、僕もほぼ行ったことないのであんま詳しくないんですけど、それ谷屋じゃなかったんかな、話聞いたの。ミュータント主、灰皿とゴミ箱を5分で見つける特殊な。いやー僕ね、こう嗅ぎつけるのもう結構これ得意な方だと思うんですよね。いや俺もいろんなスナック行ったことあるわけじゃないので多分いろいろある。ああそうなんですね、じゃあワンコインカラオケもあるし、そうじゃないスナックもあり。俺が行ってたところは普段は飲み放題歌い放題で、バンドマンが来た時はバンド演奏で1曲で、あ生でねバンドマンがやってくれるんですよね。あそういうことですか。ああいうとこのバンドマンってどんな感じの生計立ててんのかな。それだけではちょっとねなかなかやっていけないと思うんだけど、バイト感覚であれなんかな、副業としてやってる人が多いんかな。それかあれか、音楽目指しててでそっちで副業でって感じなのかな。結構今日ほら車割と切れたでしょここで。まあまあなんですかねこれ。今日はまあ空いてる方やんな。日曜っていうのも良かったんかもしれんですね。流しの人は結構儲かる。あそうなんですか、流しって儲かるんや。あそれいいっすね、儲かるんだったら。そうか、じゃあ俺も三振でやっぱり流し、ジンさんがよく言ってくれてるあの三振流しを頑張らんといかんかな。ご年齢的に60歳以上の方々だったので引退組の方々でしょうねと。あ、なるほどね。普通にお酒飲みに来られてる時もありました。あーそのスナックですね。そうか、まあスナックって、ね、まあ聞かんもんな今確かに。どこ遊びに行ったみたいなんでスナックとかって、俺のはスナックさつき、さつきなんですね、スナックさつき。ちょっとあれですね、トトロ入ってるお店。さあちょっと結構買いましたんで、これ持ってうろうろ今日いやしにくいと思うので、もう早速僕は駐車場へ向かいたいと思います。いやでもドンキはね、正直なところ今日ちょっと様子を見に来て、もうアウトだったらですぐ出て富士スーパーとかそっちの方行こうかなと思ったんですよ。滞時間10時まで空いてるんで、今はまあ9時46分なんで、もしねアウトだったらそっちの方すっと回って買いに行けたんですけども、ドンキで買うことができて本望です。おそらく県内で一番大きいスナックでした。潰れてしまった。あ潰れたんですか。あ時代の流れやな。というよりオーナーが息子さんたちに財産を残すためにアパート、ああそういうことなんですね。これからスナックでっていうのもなんやしっていうことで、現金収入着実にこうね、例えばお仕事されててもそっち側でも取れるようにだ。まあ、なるほどなるほど。もし何でも思い立ったらすぐ行動するタイプ。まあそうですね。最悪ドンキホーテが一人溢れ返っていったら田亀プランに、移行する予定でした。田亀プランか。タガメもなんかこう、こないだほら飼ってちょっと日持ちがしないっていう話になったじゃないですか。これ早く食べなければみたいな。ちょっと一回置きます。だからタガメはちょっとプランにはなかったな。
ました。グーンと来ましたよ。めっちゃ暑いぞ。さあ、そんなわけで、ちょっと電波も悪く。